はい、どうもこんにちは、こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回はオム焼きそば、たくさんのご視聴ありがとうございました。前回に引き続き、今回もこちらの安丸だしを使って美味しいねキャンプ飯作っていきたいと思いますので、よければご覧ください。それではスタート。はい、おはようございます。朝が来ましたのでね、早速朝食の方を作っていきたいと思います。今回もこの安丸だしを使ってハンバーガーの方をね作っていきたいなと思います。必要な材料は安丸だしとひき肉、あとパン酢ですね、あとはトマト、そしてソースですね。今回はこのねハインズのソースを使っていきたいと思います。あとレタスですね、レタスの方も使っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。まずはねひき肉の下ごしらえということで、ひき肉にこの安丸だしをね使っていきたいと思います。昨日はお湯に出してね使いましたけれども、今回は袋を破って中の粉末をね使っていきたいと思います。すっごいいい香り香ってるだけでね嬉しくなっちゃいますね。そしたらねこんな感じで袋を破ってこのビニールの中にお出汁を入れちゃいます。そしたらあとは肉をもみもみしてなじませて、しばらくねちょっと置いとくと味がね良くなりますので、全体に行き渡ったらしばらく置いておきます。お肉のね出汁が染み込むまでトマトをね切っていきたいと思います。おお、ちょっと厚めがいいかな。こんな感じでスライスしていきたいと思います。それではハンバーグの方を作っていきたいんですが、昨日のうちにねニンニクでオリーブオイル作っておきましたので、ニンニクオイルで焼いていきましょう。そしたらひき肉をね1人前ずつちぎっていきましょう。はい、こんな感じでね空気をよく抜いて、そしたら焼いていきたいと思います。ようじを刺して中の肉汁がね血が出てこなかったら大丈夫なので、もう焼けたみたいですね。そしたらパン酢の方もね軽く炙っていきます。こんな感じでね軽く焼けたら OK です。そしたら焼いたパンにレタスを散らします。ここにこちらソースをねちょっとかけていきましょう。たらトマト、そして先ほど焼いたハンバーグ、そしてさらに追いソース、
そして蓋をしてあげれば、高特製安丸だしを使ったハンバーガーの完成です。はい、というわけでこんな感じで出来上がりました。結構簡単にね、これだけのハンバーガーが作れるのも嬉しいですよね。安丸だしを使っているので下味つけなくてもね、このまま美味しく食べられると思います。それではいただきます。こぼれそう。うん、中までこんなに肉厚のハンバーグを使ったハンバーガーってお店ではなかなかね食べらんないと思うんですが、自分で作るとね好きに調理できるのでね、これも嬉しいポイントですね。出汁が効いてて本当美味しいです。ハンバーグって結構大変なイメージだと思うんですけれども、安丸だしがあることで本当に気軽に簡単で、こうでもこんな感じでね作れちゃいますので、ぜひ気になる方は重ね重ねですが概要欄の方からチェックしてね、お得に安丸だしをゲットしてみてください。はい、というわけで今回朝食にはこちらのねハンバーガーを作ってみました。よかったらね真似していただけると嬉しいです。はい、というわけであっという間に完食しました。ごちそうさまでした。というわけで今回は安丸だしを使ったレシピね紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。かなり手軽に作れて家庭でもね簡単にね料理の方を作れると思いますので、ぜひこちらの安丸だし試してみてください。というわけで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。